こんばんは、アンティビーです。こんばん。今日はですね、はい、去年の夏か夏に出した夏の最強スペシャルで訪れたハイラブホテルに再検証にやってまいりました、はい。で、今日は、基本的には各部屋はもう特に何もないと判断して、その去年の夏行った時に、はい、実際に亡くなった方のご遺体の跡が残っている、うん、そのシーツっていうかね、うん、ベッドがあるんですけど、うん、そこのお部屋と、あとは本当に何の情報もなくて知らなくてびっくりしたんだけどね、うん、まあ、いわゆる自死された方の縄、うん、ロープね、ロープが、たまたま発見しまして、はいはい、そのあたりと、はい、あとはちょっと管理棟のところにちょっと闇を感じたので、うん、その辺を徹底的に改めて検証していきたいと思います、はいってる。ここだわ。こんばんは。どなたかいらっしゃいますでしょうか。待って、あんなにドア開いてた。怖いんだよな。すごい荒れてんだけど。この部屋だっけ。ちょっと 見ようか。多分。ちょっと見ようか。多分。このシーツでしょ。だってそうだ、これだ。そうだよ、やっぱりほら、シミ残ってるもん。でもこのシミは間違いないね。うん、これだと思う。ちょっとあれで照らします。あ、ブラックライト。うん。床とかもだって確か血あったはずだよ。この下だよね。うん。今隔離だって言うけど、窓とかも割られてんのか。マジか。だってガラス乗っかってるんだ。うん、血痕残ってる。ここだわ。いや、これシーツのこの白く光ってるところ以外全部シミです。シミだよね。体液すごいね。うん、
で前の時も説明したんですけど、ここは電波が届いてないんだよね、確かね。そうだね。そうなので、あまり混戦することはないと思います。はい。こんばんは。どなたかいらっしゃいますでしょうか。なんか男の人だ、うん、もう一度お願いします。先ほど言葉を発していただいた男性の方、まだいらっしゃいますか。ツアーの角とかにいますかね。なんかあっちが気になるんですけど、どなたかいらっしゃったりしますかね。この辺り。特に地盤も異常はないです。一旦ここに定点を置かせていただきたいと思います。何か伝えたいこととかありましたら、できれば姿を見せていただけるとありがたいです。一回質問を止めます。何？え、写真本当だ。口笛みたいな。聞こえたね。こっち後ろじゃん。え、私こっちから聞こえたの。俺こっち。なんか歩く音した？え、嘘。動物じゃなさそうだな。歩く音したよね。うん、聞こえるね。トントンみたいな。誰かいるのかな。カサカサだな、ここ。誰かがいる足音ではないんだよな。あった、建物あった、あった。
なんかさ、うん、ただの、うん、自殺と思えない感じがすんだよね。どうも他殺ってこと？いやこれ私のでも予想でしょ。ああ予想ね。考察っていうかね、そのさっきの部屋のやつも、うん、あのホームレスが亡くなったっていうことも考えられるんじゃん。っていうかそっちの方が大いに考えられるじゃん通常、うんうん、だけどさ、確か前回にその夏のスペシャルで取りに来た時は、うん、自分で亡くなったような感じじゃなかったよね、うんうん、検証結果としては、うん、ああそう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 。で人が住んでたなんせ形跡がないじゃん。ない。普通さいろんなとこ見てきて今まで、うん、ホームレスが住んでたところってさ、うん、何かしら形跡があるじゃん。残ってるね。全くなしでいきなりじゃあそこでああね、うん、死んだのちょっと考えにくいかな。荷物もない、食べた跡もない、タバコもない、何もない、衣類一つない。そうだね。飲み物もない、うん、でここもねなんか一個気がかりなのがドアノブにかけて自殺する場合って、うん、多分向こう側に通すと思うんだよねドアの、うん、やり方としては多分それしかないでしょ、うん、扉の内側でしょ。そう内側にこうやって回して、うん、だけど扉に何の跡もないんだよ。あかといっていたずらとは思えないんだよあの名は。なんかねまず私たちが来た時すでに去年の夏来た時に、うん、あのそこそこ年季経ってたじゃん。経ってた。つけたてって感じじゃなかったし、うん、あの本気の言い訳方じゃんこれ。そうだね。太さもそうだし、うん、大きさもそうだし、うん、だからその自殺に見せかけあそういうことかたっていうことも考えられるかなって思ったの、うんうんうん。もうちょっとドアとかに何か痛みがあってもいいんじゃないかなって。重みでね。そう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 。へこんだ跡もないでしょ、うん、こんな簡易的なだって小屋のドアだから、うん、そんなに頑丈じゃないじゃん。そうだね。っていうのがちょっと気になるんだよね。ドアの上へこんでないしロープあの擦れてないんだよね。そう全然綺麗なんだよね。こんばんは。こちらどの方いらっしゃいますでしょうか。今目の前に、首を吊ったであろう縄ロープがかかってるんですけれども、これは、どなたか、どなたか本当に亡くなられた縄ロープでしょうか。ロープがかかってるんですけれども、ここでどなたか亡くなられてますか。ご自身で亡くなられたのか、どなたかに殺されたのか、答えられますか？お名前教えてください。下の名前でも上の名前でもいいです。教えてくれませんか？
え？お名前に絵がつきますか？今危険とおっしゃいました？何か手がかりになるようなことを教えていただけたらと思うんですが。じゃあちょっと、カメラを置いて、私たちこの場を立ち去るので、何か、もしどなたかいらっしゃるんであれば、何かわかるように合図を残しておいていただければと思います。男女から返事来たんだけど、はい、うん、その後で女の人が最後にあなたに近づくって言ったんだけど、うわ、この ここに暗視カメラと、あそこにセンサーライトかけてあります。
あ、あるある。一応ね、この仏は中は空なんだよね。そう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 。あれ？ちょっと待って。肖像、なかったよね、これ。なくなってる。え？肖像が。え、そう。落ちてる。落ちてないよね。ない。ほんで写真だった気がする。なんだっけ？写真だよね。写真か肖像画かわかる。ああ、どっちかか。あった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 ここにあったはず。そうだね。相当でも古いよねこれね。うん。あ、これ仏壇の下か。ここが、ああ、ここの上に乗っかってたのか。そうだね。枕かな。枕で、枕の中身のビーズだ、これ。これお風呂？お風呂にブルーシート。古いフライパンとかお皿とかあるから、やっぱりここの居住スペースなんだよね。うん、で、仏壇だったり、うん、古い、うん、あの写真とか、写真だか肖像画、うん、があるから、やって、あの介護用のおむつ、はいはいはい、とかあったりするから、うん、やっぱちょっと、ご年配の。そうだね。え？ん？ちょっと。私の考察というか想像なんだけど、うん、ちょっとさ、あっちの怖い人たちの感じ、あ、うんうん、を感じるのよ、ここって、うん、今行く管理棟行けば、うん、分かると思うけど、はい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 、どこかに何かよからぬものが捨ててあったりする気がする。全部探したら、例えば今日、うん、はい、気になるようなものがあったりとか、なんか証拠になるようなものがどこかにし、他にあるんじゃないかなって思っちゃうんだよね、ここ来ると、はい、なんかね、そういう匂いがするんだな、ここ。そう、ただ単に不老者が亡くなりましたとかさ、うん、そういう感じじゃない、うん、まあ、あくまでこれは私の考察ね、うん、本当に。薬が散乱してる、薬とビデオ、ね、うん、この靴からして若い人ではないよね。後ろ履き潰す人だ。そうだね、うん、全部履き潰してあるってことは、ね、同じ人の靴だ。そうだね、いろんな人の靴じゃないの。
なんかずっと頭痛い。こう来たら？うん、あと、もう、ここに来た。ものがすっごいんだよね。なんかさ、ここの人も消されてるそうな気がしない？いや、怖いね、それは。なんとなく。もう頭の中でそういうふうに思っちゃってるだけかもしんないけど、うん、年金？年金？年金振り込み。え？あ、じゃあ、ご年配のことか。D22 って何年なんだろう。今年？22年だとしたら、去年でも？ 22？ あ、22年じゃん。2022年だよ。だよね。うん。え？つい最近じゃん。2022年の11月に、記帳されてて、で、これ自体が20年発行。通帳がね。え？なんでそれ？で、今あるわけでしょ？でも去年の11月って、もうここ、廃業して、だってもう、うんうん、そうそう、ロケより後だから。そうそうそう。え？どういうことだ？来てるのかな？いや、来て通帳置いてかないでしょ、別に。誰で？誰？じゃあ。もしお金を動かしてるんであれば、通帳とかは持ち歩くでしょ。そうだよね。にしても、去年でしょ？そう。え？やっぱちょっとおかしいって。生きてる感じしないよね。またお見合いしましょう。 See you again。 社長プリッサ。私はホテルの社長ですっていうのをタイ語で書いてるから、まあ本人だろうね。私はテニスが得意なんです。いろいろとお世話になりました。私は日本人です。私は空腹です。急にさ、散々さ、なんかもう夢中になってるような言葉を勉強しててさ、うん、突然さ、終わった、もうさよなら、心配する、悲しいとかさ、うん、ネガティブな言葉に変わってんだよね。なんだ、何語の勉強してんの？タイ語。タイ語の勉強してんの？でも、今度またポジティブになり、ここで終わってんな。線とはロープ張る、警察が張る。ねえ、ん？規制線についてすごい書いてあるのね。警察が規制線のロープを張るっていうのを。うんうん、うん。なんかあった？なんでそんなの何回も迷ってんだろう。ここはゴーストチューブのテーテス、うん、と、あとはセンサーライト、はいはい、を置いていきます。はい。
令和。脅威。死。ヘルプ。十。虐待された。虐待された。不正行為。紙、犠牲。恐ろしかった。いえ。助けて。わいそう。どうやって死んだの？さようなら。あなたが見えてます。椅子。明るい。気をつけて。私を見つけて。さようなら。見ている。今から、仕掛けたテープを回収しに行きます。はい。あ、そうだ、あと一つ思ったことが、うん、今待機してるときに、これもまた考察なんですけど、うん、もしかしてどっちかベッドの方か、うん、ロープの方かわかんないけど、もしかしたらそのまタイの女性関係とかにお金を使ったとか、もしくは騙されて、お金に困って最終的にオーナー自身がここで亡くなってる可能性もあるよねっていう、うん、だから、そのホームレスの生活した跡がない、うん、っていう可能性もあるかなって、そうね、ちょっと思いました。あり得るよね。うん。まあ、ゼロではないかな。そう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 。頭勝ち悪そうに痛いんだけど。そんな痛い。うん。では最後、管理棟ですね。回収したいと思います。え？何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 も言ってないよ。で、次、こっちで歩いてってみるわ、最後。はい。
人型。ああ、キネクト？うん。これで最後歩いていって。冷蔵庫の前ぐらい。そんなあるんだ。うん。と、ちょっと待って、それソファー？うん。ソファーに座ってる感じ。マジで？あ。けど？なんか、あ、いやいや、いる。どっちのソファー？右？左。左？座って、手をテーブルの方に、なんか伸ばしてる感じ。むしろあのワイシャツに反応しないからね。待って、そこの窓から誰か見てる。あ、うん、ほんとだ。あ、すげえ。一人いるんかな、これ。今回の検証は、はい、これにて終了です、はい、で、はい、あとはデータを見てって感じですね。そうですね。Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it.
Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without you. Try to be honest. I can't live without you. I can't live without you. Try to be honest. I can't live without you. I can't live without you.